黒い画集坂道の家、坂道の家は松本清張の小説。週刊朝日1959年1月4日号から4月19日号まで黒い画集第3話として連載され、1959年4月に単行本黒い画集1収録の一編として公文社より刊行された。これまで6度テレビドラマ化されている。寺島義太郎はバスへの街で、 小間物店を営んでいた。質素に生活を切り詰め倹約を守り、46歳の現在まで痩せた女房以外に女性を知らなかった。ある時22.3歳の今まで見かけない女性が店を訪れた。気だるそうな口の聞き方であったが、その口調には妙な魅力があった。名前は杉田理恵子というのだった。商品を負けてくれるよう頼みつつ、 吉太郎を見上げるリエコ。次第に彼女にのめり込んでいく、吉太郎のあり地獄が始まる。1960年9月12日と9月19日と10月3日、KR テレビ系列のナショナルゴールデンアワー枠、松本成長シリーズ黒い断層の一作として3回に、渡り放送された。1962年9月6日と9月7日、 NHK の松本成長シリーズ黒の組曲の一作として2回にわたり放送された。1965年12月14日、関西テレビ制作、富士テレビ系列の松本成長シリーズ枠にて放送。松本成長の坂道の家。1983年2月8日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場枠にて放送。 視聴率21.8%。松本清張作家活動40年記念。黒井が周坂道の家。1991年8月26日。TBS 系列の月曜ドラマスペシャルは国て放映。1960年版テレビドラマをプロデュースした、いつみみのるが、自身設立のプロダクションを通じて、再度関与した作品。視聴率20.8%。 第29回ギャラクシー賞奨励賞受賞作品。松本清張坂道の家。2014年12月6日、テレビ朝日系列で松本清張2夜連続ドラマスペシャルの第1夜として放送。本、ドラマオリジナルストーリーとして杉田理恵子の過去を描いている。ありがとうございます。